どうも、ベテレスパー使っていきたいと思います。はい、本日はサブアカで先陣第2高校センターバックサクセスやっていきたいと思います。デッキの方は、甲斐、野々原、メイム。で、本願、淳、哲太、加藤寺。この6人でいきたいと思います。はい、そして、アイテムの方は、バードリとマネギネコを持ち込んでおります。では、やっていきましょう。で、今日は、まあ、やはりね、ディフェンスで、スライディング系が欲しいということで、メイム入れてみました。まあ、ゴーダね、入れたいところなんですけども、サブアカの場合はゴーダ持ってません。うん。ゴーダの通常バージョンは持ってるんですけども、まあ、日本代表バージョン持ってませんので、今回はメイムで代用していきたいと思います。まあ、ディフェンスキャラはね、もう、テツタと本願チュンぐらいしか自分は持っていないので、サブアカの方は。まあ、とりあえずこの二人に固定されてしまいますが、まあ、悪くない金徳ですので、これでいきたいと思います。で、ここで一回休むか、メンタルでいきたいですね。で、この後、まあ、第3弾。キャプテン翼コラボで、ソーダくん。ここでね、おそらく、カミソリスライディングかなだっけな。まあそんな感じのスライディング、新しいスライディングが実装されると思われます。まあそこで、まあ、威力的にはブレイブタックルとは多分変わらないと思うんですけども、うん、新しい選択肢が一つ増えるということで、まあ楽しみに自分は待っております。まあそれがね、やる気ボナーのキャラであれば、まあ使いやすいんですけどね。スピードキャラだろうし、うん、やる気ボタンならば、この高校で結構経験点も稼げるのかなと思われます。はい、これは、まあ、カットジーときましょうか。うん。まあ、本願中の評価も上げたいんですけども、結構評価上がってましたんでね、ここはカットジーで大丈夫だったと思われます。はい、そして、本願中行きましょうか。はい、スピード行きまーす。行きましょう。で、次踏んで、ガッツストリームやっていきます。ディフェンス行きましょう。さあ、セク1からハマってくれてもいいよ。まあ、この前、まあ、昨日公開されたのかな、うん、かなりメインの方でセク1からハマってくれたサクセスができました。まあ、それに似たね、サクセスしたいんですけども、まあ、やはりね、このサブアカの場合はやっぱパンチが足らない。うん、火力が足らないということで、まあ、セク1は多分ハマらない。でも、セク2、セク3、セク4と、まあ、ディフェンスタックがハマってくれれば、ワンチャン XS も見えてくるのかなと思われますので、はい。まあ、しっかりとディフェンスでも XS 見せて、やっていきたいと思います。はい。で、これは右ですね。うん。ちゃちゃっと鶏を追いかけていきましょう。はい。で、ここでタックが来てませんね。やっぱ評価がね、低いんですよ。うん。まあ、デッキパワーが少ないんで、評価が上げづらい。まあ、それは仕方ないことなんですけども、評価があれば、でかいタック来てくれるはずなんで。はい。待ってます。で、葉っぱをかける。はい。いいですね。で、ここでメイムが終わっていきます。メイム久しぶりだな。メイムスピード依存のはずなんで、スピードを上げていきたいところではあるんですけども、民衆が全然稼げてないんですよね。うん。で、カイ君の評価が上がってないのでちょっと辛いけども、まあとりあえずこれはフィジカルでも言っときましょうか。まあ筋力余る可能性はありますが、これはフィジカル言っておきたいと思います。はい、そして、セク1終了。1475ということでセク2やっていきましょう。やってきまーす。できればカイ君の評価上げたいんですけどね。はい、そして、コツ来ておりますが、あ、本願チュンか。カイ君なら踏んだんですけどね。まあ、とりあえずこれ本願チュンでもいいや。テクニック踏んでおきます。はい、で、ここでガッツストリーム終了。で、こっから火をしっかりと燃やせればいいかな。まあ、カイ君いたらもっと楽にはなりますけどね。で、ここで一回休んでいきます。チュンガバ。なん、残念。で、野々原。あ、体力消費は痛いな。ちょっと体力消費は痛いですね。カイ君の評価上がっていきます。でもカイ君の評価まだ足らないはずなんでね。もうちょっと上げたいところではある。はい。お、通ったね。結構やくそで踏んだら通りましたね。ラッキーです。はい。で、ここで回復もらってきまーす。ナイス。で、ここは一回休みましょう。で、野々原。野々原早いですね。野々原進むならば、スピードとスタミナ上げておきたいところなんですよね。スピードとスタミナ上げておきたい。まあ、メインも進んでるし、この辺をしっかりと上げておきましょうか。はい、スタミナ上げて、スピード上げて、いきましょう。野々原はおそらく自分はスタミナ依存だと思ってます。第二依存としましてはスピードぐらいかなと思ったりもしておりますね。はい、で、パワーも振っといて、まあ、筋力技術使っておきましょう。で、ここからのムーブなんですが、一回も休めないんですよ。一回も休めないので、ここは、援助を踏んで体力回復をもらいたいところ。あ、来ない。来ない、来ないか。来ないのであれば、ここでメンタル踏むのもあり。あ、でもディフェンス、あ、樋口行こう。回復。来ない。あ、しかもカットでの体力消費ちょっと痛いな。痛いな。でもここでメンタル踏めれば、結構回復はもらえる。で、カイ君進んでまいります。カイ君タック来ない。
OK。体力の回復ね、カイ君の場合タックルは多くなりますのでありがたいですね。はい、そして次で OK です。で、カイ君、体力消費しますが、まあ、これは、多分、0% で踏めない、9%。はい、OK、通りました。では、ここからガッツサム。まあ、こっから、サブアカの場合はね、こっから攻めていければなと思ってます。まずはディフェンス以外。ディフェンス以外のタック一発来て、その後ディフェンスのでかいタック、バンバン踏んでいきたいと思います。で、テツタの方が1回目の筋力走ってまいります。で、タックが来ず。まあ、これはテクニックかな。うん。技術もしっかりと稼いでおきましょうね。メイム1人なんで、そこまで稼げないと思うんでね。しっかりと技術稼げるときに稼いでおきます。はい、守備的。はい、OK でーす。で、フィジカルのコツもらいまして、タック。フィジカルか。まあ、とりあえずこれをもうフィジモンもらっていきましょう。いいよ。うん、筋トクはね、まあしっかりと抑えていきたいんで、フィジモンまずはもらっておきます。で、この次からディフェンスのタック連発してくれると嬉しいです。まあディフェンスは、うん、早めには踏みたくないけど、うん、一回タック踏んでから踏みたいんでね。はい。で、ディフェンス。はい、来た。ナイス。で、ここで2タック来ました。まあ、それ以外のね、キャラいないですが、まあ、いい感じのタックではありますね、と。で、パワー上げときます。パワー、しっかりと上げておきましょう。で、テクニックも上げときます。テクニック C で止めるか。いや、もうちょっと上げるか。うん。上げておきます。まあ、テクニックオフェンスはね、C で止めるか S まで行くか、ちょっと悩みどころなんですけども、今回はちょっと攻めさせていただきます。で、ディフェンス行きましょう。で、もう一丁ディフェンスダブルタックでもいいよ。ダブルタックでもいいよと。おー、シングルでした、ダメ。あ、でもこれは敏捷を稼げてるので、スピードですね。ありがたい。うん。ここまで敏捷を稼げるのはありがたいよ。じゃあ、とりあえず、まあ、敏捷多分乾燥してしまいますが、このまま行きたいと思います。はい。では、スピード行きましょう。行きまーすねと。はい。ここで終わり。はい、OK。ここで気合を入れていこうね。で、6383。ぼちぼち経験点は稼げてるはず。サブアカにしてはね、結構経験点は出てる。でもね、ちょっとメインはね、この時ね、この前、昨日、13000点ぐらい出てるはずなんですよ。あれはエグかった。あれは正直エグいんで参考にしないでください。まあ、自分のサブアカも、あれはもう参考にしておりません。あれはね、メインで最大経験点だったかもしれない。あの時点のね。はい、ではここで、メンタル来てませんので、一回休んでいきましょう。休みます。まあ、いいでしょう。で、カイ君進んでいく。カバマス。うわ、失敗。マジか。で、ここでメンタル踏むのもありですね、と。で、次。夏祭り来てほしいところ。夏祭り。やべさか来てくんねえかな。体力回復したい。はい、オッケー、ナイス。で、ここで綿飴、ナイス。うん。で、テクニックでも行っておきましょう。コツ来てるんでテクニック行っておきます。はい。で、ここで本願チューン終わっていきます。5倒立でディフェンスリーダーもらっておきます。まあ、レジスタも強いんですけどね。まあ、技術稼ぎづらいんで、まあ、こっちの方がいいでしょう。はい。では、カット時行っておきます。はい。で、コツもらえますね、と。はい。で、これはカエルで敏捷もらっておきましょう。で、本願チューン一番いらない時に回復来たね。次でもう終わっちゃうのにね。はい。では、ガッツストームやっていきましょう。まずね、フィジカルからいったので、次、オフェンスタックみたいな。あら。あー、でもこれはもうメンタルで踏んじゃいましょう。ディフェンスはね、いつでも来ると思う。なので、ここはメンタルで、タック踏んでいきたいと思います。メンタルでタック踏んで、まあ、ダイナももらっていきたいと思います。では、メンタルタックいきましょう。はい、行きまーす。はい、OK。いいですね。まあ、ガッツ勢が増えないのは残念ですが、パスカンもらえました。はい、カイ君、OK。で、あとは本当にオフェンスディフェンスだね。オフェンスディフェンス、あとスピードか。まあ、種類はあるんでね、成功し、うん、全部いけるとは思いたい。はい、チェイサーはもらえました。OK です。ナイス。で、メイムもブレイブタックル終わらせていく。ナイス。終わっていきますね。OK。で、持ってここでテクニックいくのもありですね。ガッツで増えないのはちょっと残念なんですが、まあ、これはテクニックいっておきますね。はい、OK。技術稼げております。で、リナちゃん。で、野の原。はい、OK! いいですね。とりあえず、芝刈りゲット。芝刈りはゲットできました。で、パンテツ終わらせていきます。OK でーす。で、ここで、ディフェンスタック見てくんねえかな。でかいディフェンスタック。乾燥タックあたりが踏みたいところ。ちょっと敏捷がやっぱりね、まだまだ足りないということで。はい。踏みたいよ。頼むぞ。あの、メインの運をこっちにも。あー、これはスピードだな。これはスピードだ。うん。敏捷は本当にこの作ですね。一番必要。もう、ズバ抜けて必要。ディフェンス112、芝刈り機取らないといけないので、ズバ抜けて必要なので、しっかりと、敏捷を稼いでおきます。
ダブルタックならね、ディフェンスダブルタックならちょっと迷ったけどね。まああれぐらい700稼げてるなら、750稼げてるならもうスピードでしょう。でここでセバカリ取るのもありなんだけどね。うん、まだ1段階だからな。はい、そしてここでディフェンス、いやー来ない、ちょっと微妙だな。メンタル行くのもありなんですけどね、メンタル行くのもありなんですがこれはちょっとスピードを踏んでおきましょうか。敏捷欲しいね。うん、足らない。敏捷が足らないのは一番査定が伸びないんでね。はい、しっかりと敏捷を上げていきましょう。はい、で、金徳もらえました。で、ここでアイテム使ってスピードかなんかのタックいっておきましょうかね。はい、で、芝刈りもらっておきまーす。はい、ブレイブタックル。で、ここはスピード。うん、スピード。あ、オフェンスかな。こっちもあるし、オフェンス。で、カイ君。はい、精神ポイント44で、ここでメンタルタック一番来てくれ欲しいところではあるんですが、あ、タックコズ、あ、カイ君行くか。カイ君行くのもあり、でも炎上も行きたいところではある。まあでもとりあえずカイ君行きますね。カットしても正直これは何するってことはないけども、はい、オッケー。経験点はこれが一番出る。で、ここでメンタル行かないといけない、メンタル行かないといけない。で、ここで違う練習、はい、オッケー。で、メンタル。で、カットをじこい。カットをじこい。いや、来ないか。まあまあまあ仕方ないね、と。で、ここで、テクニック、樋口来い。樋口来い。はい、オッケー。ガッツストーム、終了ですね。これが踏めることによってね、次のガッツストームが結構楽になりますんで、ありがたいところではあります。はい、では、セック3終了。セック4頑張っていきましょう。経験ではね、まあ、ぼちぼち。まあ、無課金としては、ぼちぼち11,498ですが、まあ、ここからね、まあ、25,000点、30,000点まで乗せたい。はまるしかない。はめていこう。ディフェンス、しっかりとはまってください。はい、そしてメンタルか、あ、来ました、感想。オッケー。じゃあ、まあ、とりあえずこれは、ディフェンスですね。まあ、やる気ボナ 100% と、やる気ボナ 160%、そしてダブルタック来ておりますので、まあ、そりゃ感想するわな。ありがとうございます。ここで敏捷を稼げる、ここで敏捷を稼げる、精神も稼げる、ありがたいですね。うん。でもってオフェンス、微妙だな。ちょっと振り切りたい感じはするんだよな。筋力はね、まあ余るんだろうなという感じはしておりますが、そうだね。そうだね。どうする？どう振り切る？どう振り切ろう？まあ、フィジカル取って、ムード、あー、途中出場。まあ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 、こんな感じでいいかなって感じですね。はい、では、ディフェンス感想タック行きましょう。いきまーす。はい、オッケー。まあ、無課金でもね、こういう感じに感想は出る。感想は出るけど頻度がない。そんなに何回も何回も踏めるわけがない。ここをね、どこまで運で持っていけるか。まあ、こういうタックは、ね、3連発が来てくれたらめちゃくちゃでかいけどね。うわー、鉄はもったいない、これ。体力ももったいないし、筋力、臨床ね、70ぐらいもらえるのに、残念でした。走っちゃった、これ。まあ、しょうがないか。で、ディフェンス振っていくか、まあ、芝刈りというか、まあ、この辺取っときたいね。守備職取っとこう。で、ディフェンス打っていきます。はい。で、フィジモンはさすがに取れないので、このまま行って、で、ディフェンス行きましょうかね。うん、ディフェンス行ってきまーす。はい、OK です。最後ね、スピードタックか、フィジカルタックはしっかりとはまるようにしてください。ん？スピードタックはオフェンスか。最初、フィジカルなんだもんね。はい、そしてディフェンス微妙。あ、テクニック。これはテクニック行きましょうか。敏捷も稼げるしね。127敏捷ありがとうございます。はい、ここじゃない。それはここじゃない。で、スピード。うわー、スピードここできたかー。残念。これはでもテクニックだね。敏捷も200から300ぐらいは稼げてるので、結構ありがたいぞ。で、芝刈りと切っておきましょうか。で、技術取りたいよね。うん。で、どれ行くかだよ。精神も結構取れてんだけど。はい。まあ、とりあえずこんなもんでいいかなっていう感じですね。はい。スタミナ100にしておきます。では、テクニック行きましょう。はい。あ、待てよ。まあ、テクニックだね。はい、行きまーす。で、ここでガッツストーリー、ガッツサム終了です。で、投書はもうそろそろ取っとこう。取っときます。投書は取っときます。はい、そしてここでメンタル来てますね。メンタル来てるなら踏める。で、ここで一回休むか、ドリンクあんのか。ここドリンクあるからドリンク飲んじゃってタック踏むのもあり。ディフェンス見ましょうかね。はい、ではドリンク飲んでいきまーす。はい、今回はね、ガッツストーム、今回余裕で起こせます。余裕で起こせますね。
で次はタックなくてもいいから練習踏むで遊ぶって感じですね。はい、あーまあとりあえずどっか適当にテクニックでも踏んでおきましょう。スカウトいってきます。はい、そして遊ぶかな。うーん、メンタルタッカーディフェンスタックでかかったら踏んでもよかったんですけどね。ここは遊んでおきましょう。はい、オッケー。で、ここで終わっていく。はい。では、サクッとピンチャン行きたいと思います。行きましょう。で、ディフェンスも振りたいな。芝刈り機も最後まで行きたいし、まだね、ディフェンスタックハマってもらえないとこもあります。では、これで行きたいと思います。行きましょう。はい、1-0、オッケー。満点は取れました。満点は取れたんで、こっから、頼むぞ。ラスト、ガッツソブ。そこでハマってください。で、ここでオフェンス行きたいところですが、まあオフェンスしちゃうともったいないんで、これはメンタルですね。メンタル行きましょう。メンタルをもらいに出て、テクニック行く。で、フィジカルモンスター。では、これ、メンタル行きます。で、野々原何くれる？敏捷44でもいいよ。はい、闘争心。闘争心がそれじゃないな。で、オフェンス行きますね。と、オフェンス行きます。はい、では、ガッツストームやっていきましょう。さあ、ラスト。まあ、ディフェンスタックもね、ハマってほしいのは欲しいんですけど、オフェンススピード、この辺はね、しっかりと来てもらうのが困る。で、できればスピードがいいね。で、これ、あ、スピード475か。ありがたいけどな。ありがたいけどな。とりあえず、これは、ディフェンスかスピードか。まあ、スピードでもいいのだが、まあ、精神もね、まだ稼ぎたい感じはするんですよ。まあ、でもとりあえずスピードいきます。はい、行きましょう。さあ、タックでスピード、オフェンス。来ない。あー、それならばこれ、精神、あ、待てよ。ディフェンス行くか。ディフェンスもまだいるんだよな。そうだよな。ディフェンス110までしたいけど。まあ、とりあえずこれはディフェンス行っときましょう。ディフェンス行きまーす。行きましょう。はい、OK でーす。はい、そしてここで、オフェンス。いや、来ない。あー、まあ、これはもうディフェンスですね。ディフェンス行きましょう。ラスト、オフェンスかスピードタックに来てほしい。できればスピードタックがいいかなとは思われます。はい、サクッとピンチャン行きましょう。で、ディフェンスあと1ですね。はい、ではこれで行きたいと思います。行きましょう。いいですね。はい、1-0、OK。問題なく満点取れました。で、ここで182ということで、最後、サタック。はい、来なかった。うん、でかいタックは来てくれましたね。金徳一落ちか。金徳一落ちです。まあ、とりあえずこれはディフェンス行って終わりましょう。ディフェンス行って終わりましょう。で、敏捷もある程度取っておきたいハードワーク。はい。おっと、大号令忘れてる。いや、ヤマト魂忘れてますね。まあ、いいや。はい。では、ディフェンス行きたいと思います。行きましょう。で、ここでディフェンス振り切れますよね。ディフェンス振り切れる。はい、オッケー。で、ヤマト魂はまあ終わってからでも大丈夫だねって感じですね。うん。いける。で、ダイナも取っておきます。はい。で、敏捷が結構稼げたね。うん、最後触れたのはでかいね。で、スプリントダッシュも取ってもいいけども。うん。で、スピード100にしてもいいな。で、パワーも振っとこうか。で、技術はもう後にしよっかな。はい。では、これでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わり。1-0。満点取れました。OK です。うん。なんとか形にはなったかなという形でございます。はい、ど根性。さあ、どれぐらいまで経験値が稼げた？まあ、セク3の割で1万1000とかだったんですけども、ここで多分2万4000から2万5000ぐらいまでは戻せたはず。結構ハマったからね。ディフェンスでかいの2回ぐらい来た。はい、24,517振ってまいります。はい、振ってまいりました。うん。まあ、使える感じのディフェンスとなりましたが、スタメン更新はちょっと微妙なところ。はい。ちょっと更新したか更新してないかっていうラインですね。はい。まあ本日はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベダでした。さよならー。